日本神奈川県藤沢市、大場大場は、神奈川県藤沢市の大技。郵便番号は251-0861。熊野神社藤沢市の中西部に位置し、相模屋大地の南端部を占める。東部に引地川が流れる。中部に大場城市、南部には、式内社、大場神社と否定される、熊野神社がある。また、中西部では大規模な宅地造成が行われている。 月山から、縄文時代前期の土器編、弥生時代中、後期の集落跡、奈良時代の弾きを伴う集落が確認されている。平安時代には、相模国高座群十四郷の一つである、大場号の中心に否定され、平安時代末期から、室町時代には、大場御区里屋の中心であった。江戸時代は、大場村となり、1633年は旗本、諏訪部氏、加賀つめ氏 大橋市、飯川市の四級、1697年幕府領と旗元、旗本、加月目め市、飯川市、諏訪部西の四級、幕末には、幕府領と、旗本、小笠原市、飯川市、かがつめ市、諏訪部西の五級。大場村内は、折戸、稲荷、大、谷、入り、小糸の六集落があり、折戸、稲荷は一村と扱われることが多かった。稲荷は後に分村した。 大場村は、1639年に羽鳥村と、村境総論が発生し、1673年に、久ゲ沼村との間に水論が発生した。宝永大噴火で甚大な被害を受け、藤木菓の岩を、環状奉行へ1705年に出した。物産は、米、木綿、麦大豆小豆など、広大な平坦地の意味である大場にちなむ。大場で農業を営んでいた人物は、 津田十兵衛、川崎彦七、高橋藤次郎などである。農産業を営んでいた人物は山崎千太郎である。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校の学区は入り組んでいるため通学先の組み合わせは複雑である。ここでは小中学校別に学区を提示する。このうち大場にある 小学校は大場小学校、小糸小学校、小牧寄小学校で大場にある、中学校は大場中学校のみである。当地を通る鉄道路線はない。ありがとうございます。